はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の2つの円丸4をお送りします。で、この2つの円シリーズもこれで最後だね。で、最後はまた今まで取り上げてない問題を2問取り上げていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、2つね、あるんで確認してもらって、分かんないのがあれば今からね、両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、今回1番は円の方程式求めに行きます。で、2番は直線の方程式求めに行く感じだね。でも使うもの同じです。それをね、覚えてほしくてこの動画撮ってるんですけど、で、何かっていうと、まず1番は円があります。で、直線があります。で、その2つの交点と点10の0を通る円の方程式を求めようっていう問題です。なので最初1番書くか。円と直線だから、ちょっとね、いっぱい書かなきゃいけないんで、ちょっと小さくて申し訳ないんだけど、薄っ失礼しました。あれだな、ペンが新しいのがあるかな。あったごめんね、こっちだ。円があるでしょ。で、まあ直線、ちょっとこれね、ちゃんとしないですけど、こういう風になって、今2つの交点があると。で、2つの交点、今ね直線引きましたけど、2つの交点を通る図形って直線だったり、例えばこっちからこういう円を描くこともできる、2つの交点ね。で、その中でも今円の方程式を求めたいんです。円もね、何種類もあるからね、この場合だったら。で、その時点の10の0、ごめん、待った、点10の0を通る、その円の方程式を求める。だから、こことこことどっかにある10の0、それを3つを通る円を求めようっていう問題です。やってることはね。で、この1番もギリギリだったね。よいしょ、ちょっとね、中入れようか。これで OK かな。いいね。で、まずこれ何使うかっていうと、先にちょっと書きますね。x2 乗プラス y の2乗マイナス50、これね、必要ないんだけど、一応カッコつけさせて、ちょっと分かりやすいんで、こっちの方が。これ何かっていうと、この50を左辺に持ってきて、x2 乗プラス y の2乗マイナス50イコール0にした時の左辺にあるやつ。で、こっちも同じように20を左辺に持ってきて書くんですけど、その前に k をつけます。で、 3x、 それね、プラス y で持ってきたからマイナス20、閉じてイコール0と。はい、今回ね、覚えてほしいのはこれです。で、これ何表してるかっていうと、今、まあ、両方円と直線、今回出てきてるんだけど、円と直線を全部、まあ、左辺に持ってきてイコール0にします。で、それを、まあ、括弧の中に入れるんですけど、どっちかに k をつけてこういう状態にします。これ今回こっちにつけてるんですけど、 k をここにつけても OK です。 k これプラスこれみたいな感じ、両方つけちゃうんだよ、 k 片方だけね。で、この作ってイコール0、これ何表してるかっていうと、これ絶対こことここを通る図形を表してます。それが直線なのか円なのかは k の設定によって変わるんだけど、いいね、こう表すことによって、その円と直線の交点を通る全ての図形を表してるんです。だから今これがそれをね、表してると。で、それがしかも10の0を通るって言ってるでしょ、その図形が。だから x のとこに 10y のところに0、こっちも同じだね。それを代入する、そうすると k が解けるから。で、やっていくと、10代入すると2乗で100、ここ0だから一応から50だね。で、ここが30で0で20だから 10k イコール0。でもこれ普通に解いちゃうと k イコールマイナス5になります。で、 k が出ると何が終わるかっていうと、 k をここに戻すんです。戻して全部整理します。それが答えだから、いいっていうね、やり方を知っておくとすごく簡単なんですけど。で、k を戻してあげる、マイナス5ね。で、もちろん分配をして全部整理するんだけど、 x2 乗でプラス y の2乗、これここの部分ね。で、マイナス50は後で一緒にしちゃうのでちょっと待ってて。で、配るとマイナス 15k じゃないごめんね、 x だよね。
マイナス 15x でマイナス 5y で、マイナス5を配ると100だから、くっつけて50だね。プラス50イコール0と、これ円表してるでしょ。だからこれが答えなのも。いいね、これで終了です。で、もしみんなのそのワークとか、まあ、学校のテストでもそうですけど、こういうタイプの問題で最後に方程式と、方程式を求めようではなくって、その円の中心の座標と半径を求めなさいっていうパターンもあります。そしたらこれを出した後に変形をして、もうね、みんな知ってるから、円の変形をして中心もね、それと半径を出す感じで解いてください。今回ちょっと方程式だけにしちゃいましたけど、いいかな、まあ、こんな感じで解くといいです。で、基本的に、まあ、次のね、2つの円の時も同じものを使っていくんですけど、円とこの直線だったら基本的に直線の方に形つけた方が楽です。問題解く時っていうのは、あの字数が少ないんで、こっちの方がね、なんでこっちにつけてるんですけど、いいかな、これにぜひ覚えておいてください。じゃあもう一丁行きましょう。で、次は円が2つです。あると。で、それの交点を通る直線の方程式を求めようです。いいね、直線の方程式。で、それを求めに行くと、2番。で、これも普通に解いていこうか。同じように、全部左辺に持ってきて、K でつなぐと。で、今回字数が同じなので、シンプルなこっちに K つけようか。だから、K、カッコ、x2 乗プラス y の2乗持ってくるからマイナス5で、プラス必要ないんだけどね、分かりやすいんでしょ、カッコ x2 乗プラス y の2乗でマイナス 2x マイナス 4y、 あ、これ全部左辺に来てんだね。プラス1閉じると入るかな、イコール0と。で、これで2つの円の交点を表す図形を表してると。で、この後なんですけど、これね、なんとかを通るがないでしょ、2番は。だからこういうふうに代入ができないんです。で、実は代入ができないんですけど、これ K が決まるんです、一発で。で、なんで決まるか。これ、直線の方程式を出したいと。直線ってことは一次式だよね。x2 乗、y の2乗も残らない、絶対に。だから、x2 乗と y の2乗が消えるようなイメージでいきたい。で、消えるためには、K がマイナス1になんなきゃいけないんだよね。で、逆に言うとマイナス1を入れてしまえば x2 乗 y2 乗消えるからね。なぜか K マイナス1でしょ、分配するとマイナス x2 乗マイナス y の2乗なるから消えるんだよね、両方都合よく。だからマイナス1を代入してしまおうと。で、するとマイナス1配るんで5が残る。ちょっとね、 x2 乗 y2 乗も消しちゃうからね。で、あとそっち側は、何も影響を受けないんでそのまんまこうなるでしょ。で、一応整理すると、ここ6だよね、6でマイナス2で割れるから x プラス、くっつまった、2y、6だからマイナス3かイコール0。はい、直線の式を表しているので、これで終了と。いいかな、こんな感じでやってみてください、ね、使ってるものは両方同じです。同じなんですけど、ちょっとタイプが違うね。最後ね、こっちは代入して k を求めると。で、こっちは直線の方程式って言われてるので、あ、 K-1 かってことで入れてしまって求めるタイプでやってみてください。いいかな。では今回は高校数学数2の2つの円丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたが、2つの円、これでね、終了となります。で、次回から奇跡、イントネーションでたまにおかしくなるんですけど、奇跡が始まっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。